5機開発が、日英伊との共同開発が正式に決まり、ようやく動き出しました。今回は、この日本の F3 開発に見る世界の動きも詳しく見ていきます。日本の第6世代戦闘機って、どんな機体になるのか楽しみですね。F2 戦闘機や F15 戦闘機に IHI のジェットエンジンをテストしていけば、もっと精度が高くなるような。F35 戦闘機に搭載してもいいのでは？ちょっと思いついただけです。日本は2022年12月9日、現在の航空自衛隊では、主として対艦攻撃用途を担う存在の F2 戦闘機の代替機について、イギリスとイタリアと3カ国での共同開発を行うことを正式発表し、新たな次世代戦闘機へのアプローチを始めた。航空自衛隊の次期戦闘機をめぐっては、これまでに F2 戦闘機が辿ってきた経緯をもとに、あくまで日本が開発の主導権を握ることが大きなテーマとなっており、完成後の仕様変更等へのフレキシブルな対応が施行されてきた。そのため、次期戦闘機開発においては、日本国内の防衛産業の雄である三菱重工業者を主幹企業に据え、その下で IHI 社や三菱電機社、スバル社などを統括、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を受ける形が有力視されていた。こうした体制は、まさに F2 戦闘機の開発で行われた手法を見直し、日本側の要求に柔軟に対応することを機として想定されたものと言えたが、結果的には、これとは大きく異なる次期戦闘機開発に踏み出すことになったと言えよう。戦闘機に限らず、太平洋戦争後の日本は、大半の兵器システムをアメリカと共通化することで、防衛体制の一体化を進め、それによって、全体の防衛力の拡充を進めていたことから、ロッキード・マーチン社との協業は、確定事項と思われてきた。しかし、わずか、ここ2年足らずの期間で、次期戦闘機開発については、それ以前の状況から見れば、にわかかには信じられないほどの展開を見せ、戦後初となるイギリスとイタリアとの共同開発という方向に大きく変化を遂げた。日本がアメリカとではなく、今回のイギリスとイタリアとの次期戦闘機の共同開発を選択した最大の理由は、新たに開発する戦闘機の収益予定時期が前者とは一致せず、後者と近似値であったことが挙げられている。日本の現行の F2 戦闘機の退役は、この2022年12月時点では、2035年が有力視されており、イギリスやイタリアも、現行のユーロファイタータイフーンを、少なくとも2040年頃から退役させることが掲げられている。この新たな戦闘機の運用の開始を目指している時期が、アメリカはもっと遅く、また、今現在 F35 ライトニング2を用し、世界に販売を行っているロッキード・マーチン社は、同機のアップデートも絶え間なく実施している渦中にある。アメリカのロッキード・マーチン社からしてみれば、日本が開発を行おうとしている次期戦闘機は、F35 ライトニング2を完全に凌駕するような新世代の機体ではないと見ているようで、協力する恩恵が薄いと判断したのだろう。アメリカは、同国空軍が進める NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスについて、一時は、実証実験機による飛行は、すでに行われているとの見解を示したこともあるが、以後は、その手の情報は、ほとんど聞こえてこない。ただし、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、近年のように、30年以上の長期間にわたって、採用した戦闘機にアップデートを繰り返して、性能の維持、向上を目指すような形は取らないとも指摘されている。そこでは、8年サイクルで
新型戦闘機を投入すると考えられており、中間の4年で小改良を施す想定であり、時間の経過とともに増加する維持、メンテナンスコストを負担するより、次々と新型機に代替することで効率化を図ると見られてる。こうした概念を踏まえた場合、日本が試行している次期戦闘機とアメリカのそれとが噛み合わないことは想像に難くなく、少なくとも現時点で日本がそうした戦闘機の設計思想にたどり着いていないことは間違いないだろう。ただし、個人的にはたとえ日本の次期戦闘機がアメリカが試行するような新世代の機能や要素を充足していないとしても、日本が独自に仕様変更を行える、いわゆる第5世代戦闘機プラスアルファの機体を手にすることには大きな価値が感じられる。さて、今回の日本とイギリス、イタリアとの3カ国での戦闘機の共同開発には GCAP、グローバルコンバットエアープログラムという名称が付与されており、単なる戦闘機単体の開発ではないことがうかがえる。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムという名称からは、戦闘機の機体そのものも航空戦力の一要素として捉え、その他の要素も加味して新たな航空システムを実現しようとする意図が感じられる。どこまでその実現が図れるのかは、現時点では全く未知数ではあるが、従来以上に友軍のその他の様々な戦力との情報の共有を図り、各国で必要とされる航空優勢を得る手段としてその開発が行われることを示唆しているのだろう。では、現状を軽く振り返ってみると、例えば、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機は、総数で94機が実戦配備されており、実戦部隊としては、茨城県の百里基地、宮城県の松島基地、福岡県の築城基地に、飛行隊が置かれている。F2 戦闘機の初配備が行われたのは、今から22年前の2000年で、この時は、青森県の三沢基地へ飛行隊が置かれたが、今は、同基地は、F35 ライトニング 2A 型を使用機とする部隊に置き換えられて、運用が行われている。当時の航空自衛隊では、F2 戦闘機のことを、支援戦闘機という区分で呼称しており、その主任務は、広い日本の領海に侵入してくる敵艦艇の排除にあり、世界的には戦闘攻撃機もしくは戦闘爆撃機と呼ばれる機体に相当していた。そのため F2 戦闘機はアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとしたことから、当然同機も単発の使用ながら最大で4発の空対艦ミサイルを実装することが可能で、高い追艦攻撃能力を有する機体となっている。一方、今回の GCAP、 グローバルコンバットエアープログラムにおいて、イギリスやイタリアが代替を考えているユーロファイタータイフーン派、この2カ国にドイツとスペインが加わって開発された戦闘機である。イギリスはこのユーロファイタータイフーンを総数で160機、イタリアは同96機を保有、運用しており、これだけでも、日本の F2 戦闘機よりも多いが、他国も含め、世界での累計では、660機以上が生産されている。実は、ユーロファイタータイフーン派、日本の航空自衛隊が、F4EJ ファントム改めの代替を検討していた際に、イギリスの BAE システムズ社から F2 戦闘機を上回る空対艦ミサイル6発を実装可能として、その候補に押されていた。結果的には、この時の日本は、第5世代機であるロッキード・マーチン社の F35 ライトニング 2A 型を選択したわけだが、BAE システムズ社が、ユーロファイタータイフーンについて、日本の仕様に柔軟に対応する姿勢を見せていた
経緯がある。ここで、BAE システムズ社は、ユーロファイタータイフーンのセールスを行うにあたって、日本が同機の採用を決定した場合には、アビオニクス類も国産品の実装を認めるほか、ライセンス生産も許容する等多くの便宜を図ることを提案。使えなかったことに比べて、はるかに運用に即した対応が可能だと判断させたと思われる。問題は、イギリスにせよ、テンペスト計画を推進してきたとはいえ、いわゆる第5世代戦闘機以降の開発経験は皆無なことで、先進性という観点からは、正直不安も残るが、それらを覆すような続報に期待したい。実は、